前回の続きでございます。ここが追加になって、ここが追加、あれ、合ってんのかな。この水使ってくんないんだよな。まあいいや、これで一つ終わり。閉じて、丸ボタンを押してください。あれ？違うな、これ。違う。旅というものは突然何を言い出すんだ。旅というものはですね、まあできれば行ったことのないところに行くのが旅だと僕は思うわけですね。まあでも頻繁に旅はできない人にとってみれば、昔行ったところにまた行くっていうのも一つの旅の方法かもしれません。そうなんだよね。でも世界は広いんですよ。せっかく旅ができるんだったら、今まで行ったことないところに行くのがいいんじゃないのかなって思うんだけど、昔行ったあの場所にもう一度行ってみたいっていう、そういう旅もあるよね。まあ旅を計画するときに一番行きたいところに行くべきでありますね。これは完成。でまだ全然向こうのタスクやってないんですよ。こっちの方は今やったんだけど、パルマの空港に届けましょう。ここに届ける。あ、なんかおかしいって言ってるよ。どういうこと？どういうこと？わけわかんないよな。経路なし。路線位置をチェックしましょう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
15、16、17、18、何がダメなの？何がダメなの？何がダメなんだろう。わけわからん。ちょっと全部やり直すか、じゃあ。これ全部影響を削除して1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、16、17、18、これで終わりだね。これでどうですかね。ダメかな。なんでだろう。一回車庫に戻ろう。
もう歩道ってわけじゃないよね。どうしたらいいの？これ。一回売るか、全部車両を。あれ、なんでこんなに思ってんの、俺。あれ？どうなってんの、これ。456は車庫にあるよ。なんでこっちに456あるの？配置間違いしたのかな。さっき間違えてこっちの方に配置したのかもしれない。どうかな。これの意味わかんないな。時間が来ちゃいました。